よし、まずはどの委員が対処するかを案件ごとに振り分けて、優先順位の高いものから。ん？会長、タオルとドライヤー貸して。なんだ今度は。あのタオルなら僕のでよければお貸ししますけど、今日体育で使うかなと思ったんですけど、結局使わなかったんで。恋する乙女か、お前は。俺警戒されてるの？なんで？お前が見境なしにセクハラするからだろうが。自覚しろこの変態が。で、なぜそんなことになってるんだ？それが…あ、クソ、あかねえ。なんだよお前、いつも力自慢するくせに。うるせえ。俺は誰にも開けらんねえくらい勝てえんだよ。誰かこの開かずの蛇口どうにか。あ、うすいさん。うすいさんなら何とかしてくれるかも。はい。という。アホか。そういうことは先に言え。俺ちょっと見てきます。じゃあ僕も。うすい、お前も行ってこい。じゃあ雪村、タオルサンキュー。体の隅々まで使わせてもらうよ。あそことかあそことかあそこまで。雪村、そこは心底嫌な顔をするところだ。赤面するな。